準々決勝の最後のゲームであります。3対0 PL リードラッキーセブンの攻撃です。高谷からマウンド上佐藤陽、アンダースの勢いをしたバントしました。マウンドに対し佐藤取りました。一塁送球、一塁はアウト、ヘッドスライディングを呼ばず、ワンアウトです。おなじみの一文字が一塁側で作られております。白地にブルーで PL、 ブラスバンドが6人もおります。そしてチアリーダーは20人。いつも通り統制の取れた応援が一塁側行われております。応援団は手に黄色い電話を持っています。 PL 学園7回の表ワンアウトランナーなし、バッター富田にピッチャー佐藤陽、第1球投げました、アウトコース空振り、外のボールです。さあ6安打3点取っています PL 学園。ラッキーセブン、ワンアウトランナーなし。ちょっとバッターの富田が考え込むようなジェスチャーで右バッターボックス入り直しました。マウンド上は秋田商業エースの佐藤陽、第2球を投げました、アウトコース打ち上げたファールボール。さあ6安打3点取っていますが、 PL の藤原監督は尾藤さん、今どんな思いでこの攻撃ね行ってるでしょうかね。なかなか打てないなという感じはお持ちじゃないでしょうかね。テラスインから投球3つ目であります。3対0 PL リード。佐藤陽が第3球を投げました、外側ボー 2-1。 明らかに各バッター苦労はしてますよね。苦労してますよ、ボールカム2ストライク1ボール、投球4球目、まあ、現在 PL の各バッターは3巡目でありますが、第4球を佐藤陽が投げた、アウトコース、あーボール、ボールカム2ストライク2ボール。まあ、ですからリードはしていますが、ちょっと藤原監督も皆さん気持ちの悪い部分というのは、あ、それは感じておられるんじゃないでしょうかね、うん、はい、もうちょっとカンカンカンと打って入れた点なら、ある程度自信を持ってゲーム進められるんですけれども、第5球を投げました、打ちました、ファールボール。今のも食い込まれてからアワックバットを出しました富田であります。得点は2回は前田のホームスティール、そして3回は木野のタイムリーツーベース、これはいい当たりでした。そして4回は中谷のタイムリーツーベースであります。これもテキサスリーガーでヒット、2ストライク2ボール、6球目、佐藤投げた、空振り三振、2アウトです。3対0と PL リード。7回のラッキーセブン、2アウトランダーなし。奪った三振はこれが7つ目ですか。7回で7つの三振を奪っています佐藤陽、186センチのサブマリンです。バッター清水に第1球を投げました、アウトコースボール。レギュラーの坂上選手が初戦で骨折しました、左手を骨折、2回戦からスタートメンバー2年生の清水です。この清水はキャッチャーと外野手、ボールアウト第2球投げました、バッターは止まったがストライク、ボールカウントワンストライクワンボールです。ロジックバッグに左手を当てましたピッチャー佐藤陽、その左手にグラブを付け直して、ボールカウント1ストライク1ボール。第3球を投げました、ホーム三塁側ライナー、ボールカウント2ストライク1ボールです。7回の表ラッキーセブン、 PL 学園2アウトランナーなし。今日は第1試合では類人同士の対決、長崎の聖鵬が4対0日本文理を、新潟の日本文理に勝ちまして準決勝進出を果たしております。ボールカウント2アンド1、中井さんの交換を終えました。佐藤陽6球目投げた、インサイド、これが避けましたが当たりましたか、デッドボール、2アウトランナー1塁です。四死球はこれが佐藤投手は伊藤さんこの試合初めてですね。あ、そうですね、今まで本当に慎重にいい構成投げてましたもんね、さあすかさずここで2アウト1塁、トップの岡本というところで内野陣が集まってまいります。そして伝令も飛んだようです。背番号15が見えました。三浦選手が小野監督の言葉を伝えております。さあ2アウト1塁でここで伝令を小野監督が送りましたね。そうですね、まあちょっと、はい、立てたとかなんとかじゃなくて、はい、デッドボールだったもんですからね、あるいはそういうデッドボールちょっとこう気の弱い面があるかもしれないので、気にするなというふうなアドバイスかもしれません、はいはい、2アウトランナー1塁、そして代走です。藤原監督も動いてまいりました。代走上本が捨てられております。 PL 学園です。7回の表2アウトランナー1塁、まず1塁牽制球を送りました。とにかく今日のゲームに関しては2回戦同様、まあ、弱気の虫が出ないように強気でいければと話していた佐藤陽であります。さあデッドボールの後の1球目、2アウトランナー1塁、トップの岡本第1球投げました、カーブ空振り、浮き上がるボールです。さあここで代走を送ったということは、伊藤さん代走の、まあ、スタートですね。ですね、2アウトからできれば盗塁という狙いがあるかもしれませんね、代走は上本、2アウト1塁、2球ピッチアウト。
スタートはありません。キャッチャー一塁牽制の構えだけ。足が速く、まあ、足とスペシャリストというファーストランナー2年生の上本であります。3対0 PL リード。7回の表2アウトランナー1塁、バッター岡本です。トップに帰っています。ワンストライクワンボール。第1打席のランナースタート。キャッチャーウエストしたボールをショートで打った。ショートからファーストへ、ファーストタッチに行けない。戻った、戻りました上本。バッターのカウントはワンストライクというボールであります。ピッチアウトしました。スタート切っていきましたが戻りました。これもしかしなかなか珍しいシーンですね。前走塁ですよね、あの、はい、ボールを見ながら走りましてね、あ、これはキャッチャーピッチでアウトして、はい、いいボールだということですかさず戻りましたもんね、はい、4球目このバットに当たりました。ファールボールカウント2ストライク2ボール。あー、いただいたこのデータにも足のスペシャリストがありますが、その通りの走塁を見せましたね。3対0 PL 学園リード。7回の表2アウトランナー1塁、バッター岡本です。さあもう1回スタートはあるのか。点々5球目投げました。アウトコースの点3。さあこれで自動的にスタートということになります。大会10日目の第2試合、準々決勝最後の米、元三島高校監督の尾藤忠さんの解説でお送りしております。ツーアウトランナー1塁、バッター岡本、ツーストライクスリーボール6球目投げました。ランナースタート、打ちました。レフトライナー飛んでいく、入りそうな。ワンバンとツーバンのフェア。さあ尾藤は2塁ベース3塁ベースを蹴ってホームへ。ボールは今中継からバックホームされない。サードへ人だけホームイン。本体でになります。岡本レフトの怒りタイムリーツーベース。ラッキーセブン、ツーアウトランナーなしから得点に結びつきました PL 学園。さあ今の岡本の一撃完全に引っ張りました。ボールとするとビコさんどうだったんでしょうか。いや、スライダーがインコースに入りましたね、でもうまく打ちましたよ岡本君は、しかしあのデッドボールから1点入りました。ツーアウトランナー2塁、バッターは木戸があります。木戸も今日タイムリーツーベースを放っています。4対0 PL リードを広げた。第1球投げました。バントの前バットを引いた。ストライクです。5回6回点が入らなかった PL ですが、この7回ツーアウトランナーなしからデッドボール、そして岡本もタイムリーツーベース。ピッチャーは佐藤陽です。キャッチャーの鳥居とサインの交換。ワンラスインから木戸に第2球を投げました。外側変化球、ボールカウントワンストライクワンボールです。しかしよく野球は尾藤さんツーアウトからと言いますけどね、まさにそのお手本みたいな攻撃ですよね、しかしこれ秋田商業に与える影響も大きいでしょうね。大きいですね、ツーアウトの後、デッドボールを一つからそこから得点に結びつけるんですもんね、さっきねストライク、まあ、ゲームは終わるまで、まあ、下駄を履くまで分からないと言いますが、結構こう意味がありそうな、ね、1点入りましたね。この後半に入ってのね、この1点、はい、4点目ってのは重いですよ、4対2 PL リード。7回の表2アウトランナー2塁、バッター2番の木野、セットポジションです。ピッチャー佐藤陽、第4球投げました、打ちました。ピッチャーアグラム弾いた、何度も下げた。ショートかピッチャーか、ショートは広げただけ、オールセイン。2アウト1、3塁、ピッチャー強襲安打。2アウト1、3塁です。186戦長身の佐藤陽は取りに行ったんですが、グラブ弾きました。ランナー2人置いて3番の岡崎であります。今のも佐藤陽でしょう、もう一人でした。グラブ弾きましたね。2アウト1、3塁、バッター岡崎。さあここは秋田商業踏ん張りどころ、ラッキーセブンの守備であります。ラッキーセブンは PL、 2アウト1、3塁。セットポジション、右バッター岡崎に第1球投げた、打ったファール。初球のカーブ打っていきました。ファールボールです。右手を軽く帽子に当てています佐藤陽です。ツーアウト1塁3塁、3塁にはタイムリーツーベース岡本、1塁には木戸がいます。初球ファールから2球目、初球のカーブ振ってきました岡崎。第2球を投げました。アウトコースストライク、ボールカウンターテラスイングです。2球目のカーブです。今のカーブは美子さん、アウトコースなかなか、あ、いいコースに入りましたよ、はい、さあカウント追い込んでいます。テラスイン、テラスイン、3塁、4対0 PL リード。キャッチャーの今鳥居が両手を開きました。外に構えた、3つ目投げました。もうボールカウントは2ストライクワンボールです。さあここでこの3番バッターをどう打ち取ろうというのか。センターフライ、センターフライ、レフトへのヒットというバッターの岡崎であります。2アウト1、3塁、ボールカウント2エンドワン。カーブ2つ、そしてその2球を外しました。4球目、アウトコース、6球、ストライク、見逃し三振。7回の表終わりました。しかし4対0 PL リードを広げています。